えっと、レコーディング開始、えー、していますんで始めますけど要するに今日は、えー、随所大国伝の、えー、問題点ですねあの読解の問題を中心にやりますがえー、っとあれですね詳細あ,あれ どこったかな、レフォージングしてみますやから。えー、あそうか拡大する拡大して,いい拡大して、えー、画面の共有ですね。えー、でこれをこっちに戻りましてこれをちょっと大きくましますね。えー えー「日本古代指導の再構築」ですけどあのシリーズになってまして、えー、第10項にあたるんですけど、えー、これまであの Zoom には入れてないんです授業では授業というか毎日文化センターの講義でやったやつなんですけど、えー、その時にちょっとえー YouTube に入れるのはも,もともと大阪経済大学であの教室借りてですね入れてたんですけど大阪経済大,大学70歳になったら定年退職っていうことで、えー、使えなくなってであの教室借りれないから、まあ、ちょっと YouTube 入れられなくなっちゃったんですけど。 であのまた今度は Zoom から YouTube に入れられるという方法を教えてもらってでもう自宅でもそれやった入れられるということでねでぼちぼちあの入れたくても入れられなかったやつを <laughs> 入れ始めているわけですね。で今日はあの日本古代指導の再構築の第10個随所「大国伝の解釈論争」というのを入れます。で これはなかなかあ面白いというかあの興味深い内容なんでというのはあその「純書大国伝」の解読次第でその大発見に至るっていうことですね。えー、つまり6世紀の末までアマテラス大神っていうのは。あー 倭国にとってはね、えー、高間川原の出身でもなければあの大喜見家のんですね大喜見家というのは天皇家 <laughs> 天皇家というのは天皇,天皇と言われるようになったから天皇家なんですよねだから天皇というのがいつから <laughs> 天皇と呼ばれるようになったかということは。 これはすごく大論争になってまして、でも僕はあの推古と円融からだという説なんですが、最近はその、えー、天武自頭長からという意見がその対称対称というかあー主流派になっているわけですね。 でまあ、そのこととも関係しますけれども、えー、その6世紀の末にですね末まで太陽神信仰というのは大和朝廷にとっての中心の信仰ではなかったということですねで天オ大カ神を祖先神にもしていなかったということが、えー、随所大国伝のま解読によって分かる。 わけなんで、これはまあ大きな問題でありますね、えー、それから。あのその当時の政治体制とかも。えー、類推できるというかねます。ぐことであの非常に会議を与えてくれる。解明にねか。与えてくれる内容になってるわけですね。だから、その解読次第ということで。 解,えー、解釈論争というのが重要であると。でまあ,あの最初に引っかかるのがあの随所「和国伝」のはずなのに「和」という字ではなくて「太」という字になっているということですね。それで、えー、その「和国伝」は「太国,国伝」となっているのは「和国伝」の書き間違いではないかというのがまあ 通説ですわね、えー、そういう解釈をあがあるわけですがまあ僕もそう思いますがあーでそうじゃなくて「倭国と大国は別である」という解釈もあるわけですね。ですからあーその辺りをですねあの明確にしなければいけないんですがその書き間違いに関して、まあ、新しい解釈として 井上義文さんという人があこの、うん、下書きが草書体であったとそして清書をするときにそれを写し間違えるということがまあ草書は、まあ、いろんなあ改書にしたら別の字だけども草書にしたらほとんどその違いが分かりにくい字っていうのが。 ありまして、えー、ちょうどそれにあたる字が書き間違えられているわけですね。えー、だからあーそう下書きが草書であって聖書する時に写し間違いっていうふうに考えた場合に例えば義志は人伝の邪馬台国というのがあってでもあれは「山一国」と書いてあるわけですね魏志話人伝に。 で,あのあでもあそれは山その後の石は人年の後のですね中国の清史を見るとみなタイになってますからあ山タイ国になってるわけですよね山一国じゃないわけですねですから一とタイは、まあ、間違いやすい字だから、うん、だからえっ、ー、と 間違いだろうというのが通説なんですが古田武彦先生は「いやそうじゃない」と「石」と「対の書き間違いというのは三国志の中にはあで他に例がないということですねですからあ書き間違えてないだろうとすれば山一国だったんだと「邪馬台国」じゃないんだとでだから「邪馬台国」って言ったら「大和」を連想させるので「 ヤマトとは関係ないということを、まあ、言いたいわけですね。ヤマイチっていうことになって、ねえー、それで、あのー、こ,こじれてこじれてというかああタイではないイチであるということに、まあ、こだわってあるわけなんですね。それでヤマタイ国はなかったっていうベストセラーになったんですがコラボもまああのー えー、見てもらったら分かりますように書はまあよく似てることは確かですね一と体はねもともと会書も似てますからあその総書にしたらもっと似てしまうわけなんですね、まあ、そういうことで「総書体で解く邪馬台国の謎」っていう本を出してあるわけですね。でこはの総書体でで義人伝のの書で場合の 場合ですすけど、国っていうのがありますよね。この「とという字は「投げる」という字はあ「殺す」という「殺」とですね草書が、まあ、ほとんど同じなんで似てるわけですね。ですから「とう」と「殺」を総書体で比較すると似てるので「まあ、殺」と書いてあっても読,んだ読む人が「とう」と読んでですね解消。 あの成長した人があー島嶋国と聖書してしまったということですね。そうしたら、あれは薩摩国と読むべきものであったということが分かります。そうすると、義志倭人伝の解読で、トーマ国は薩摩国だとだったら、だいたい位置が南九州に。まあ固定するわけですね。薩摩国、ローマ国のところね。そうすると。 邪馬台国、邪馬渡説っていうのは、同盟国を、まあ、岡山だとか、他のところに、紀、え、伊、ー、だとか、そういうところに持ってきますのであの、そう、持ってこれなくなっちゃうわけですよね、札と呼ばなあかんからね。そうすると、あそのえー、九州説で呼んだ方が、まあ、正しいという。 決定的なな証拠にっちゃうんですね、ね。これが、ね、だからあーで原書が原書というか下書きがそう書代であったかなかったかっていう問題ですけどもそれはあ大体その漢字を書く場合ですね相当時間がかかるわけですね会書や隷書で書けばね。ですから、あの、 下書きか草書というのはこれはまあ当たり前かだと思われるわけですね。ただ問題はその下書きをした人がまあ同時にえーどういうんですか聖書もして本人やからよく内容を知っていてですね、えー、書き間違えることはないという,いうことだったらですね えー、書き間違いじゃないだろうとこういうことになるんですがどうもその、うん、まあ本人が聖書したとしてもですね、えー、書き間違える可能性があったんじゃないかと、まあ、あの「魏、え、志、ー、和人伝」というのは三国志のまあ言うたら一つですよね一、えー、三国志の中の一つの魏志の中の わ和人あの一つの章ですからねだからあそこに関して陳珠という人が、まあ、どれだけ詳しかったのかという問題があります。だからうん書き間違えすということもね本人が成就したとしてもありうるんじゃないかということが、まあ、言えますね。えー、そういういことなんですよ でこの和の問題に,に持ってきますと和も位もですねまあこの総集体で見たほとんどこの見分けがつかないわけなんですだからか、えー、この、えー、会社に直す時にね位に直してしまったということは考えられないことはないということですねまあそういうことで えー、これはまあ井上さんの説というのは、まあ、非常にこれ、えー、有力な手がかりになるということは言えますね。それからあのアメタリシヒコっていうのが出てきますあの随所大国伝ではね和王の名前としてねそのヒコの場合の,あのよく見ると「北子」と書いてあるんですね。キタって書いてある であのー「比べる」と「北っていうのは似てる字ですよね会社でもね。<laughs> えー、北と。それであの総、ー、書を見たらねもっとまあ似てるわけですね「北と。だからこの「本当は「飛行」って書いてあったんだけども書いたつもりであったわけですが。 これを、まあ、来たと見間違えたんじゃないかと、解消した人がね、解えー、清書した人が。うん、であの、えー、だから、彦っていうのは日本語でしょ <laughs> 日本語あ。まあ、そろそろやね、えー。だから、隋の,の人はね、隋、えー、の人じゃないか。 大鼓伝を書いたのは当の人ですよね、<laughs> おそらくだからあその人がその、えー、ひこっていう、まあまあ、和人語っていうのはよくわからないわけですから、えー、字だけでまあ音は関係なく映しますからねああ、これ来たかなというふうにね。 え考え古田さんはこの「北」と書いては「矛」と呼んだんじゃうかと。だから雨のひぼこみたいな感じで。んで派遣を意味していたんじゃないかと。覇,覇者をまあ意味していた。雨たりし矛で雨たり雨を支配している覇,覇者という。 ね、まあいい、まあ、でもまあ彦も同じような彦っていうのはあ,あのえー、っていうのは冷静を冷静ってわかりますかあの,あのスピリット霊がね <laughs> えー、霊っていう幽霊の霊ですね音量の量ですわでそれ火って読むわけですね火。 冷静が高いとまあ高い人、ヒこっていうわけですね。だから立っとう人というかそういう冷静の高い人という意味。まあだからヒこ<の>、えー、やったけどもまあ北、北、北になってしまったわけですね。聖書段階で <laughs> 写し間違えてということですね。 そういうことでね、あのーえー、この大国と和国はですね、あのだから、漢、えー、の和の名の国王という言葉が、金印、えー、で出てきますね。で皇武帝から金印で送られたわけですね。でその で定が起を送った話が書いてあるこの漢の後部の時剣士長に入りて自ら大雄を称す安定の時また剣士長公子長光すこれをお和のなな国と言うということでね、えー、書いてあるわけなんです その時の和っていうのはあのやっぱり随所の場合はあタイっていう字になってるわけですところが五感所は五感所は兼務中元二年和の名の国、えー、三木立祭り長すって書いてますから五感所にはちゃんとあの和の字が書いてあるこれ和の名の国ですからこっちのタイの名の国 まあ同,じにこう同じ記事っていうことですから、だからあこの和をタイと随所では、五感所の和が随所ではタイになっているっていうことはですね、わかるわけで、古田さんもそれは分かっていて、和国と大国は別だという話をしているわけですね。そういうことでね、これ、あの、 これは大国についてあの随所のねえー「雨」えー「生は雨」「あだ名あたりしひこ」これ「来た」ってちゃんと書,書いてますね、えー。そういうことでねでここはあの和王のところは太陽にあったここね。 これが、えぇ、ー、随所、大国殿ですよね。ねあの、ご干書とおい伝は、だから、和のナの国、和のナ国ってなってるわけですね。えー、それは、あの、だから、和とタイが同一だということを、五干書と随所の関係では、あの古田さんも、 この失われた宮中王朝という本の中で、まあ、認めてるわけなんですけどでも使い分けがあるとあの、えー、随所ではねでそれは倭国と大国をですね倭国はああの主に機内の和のことを指している大国はあこの 九州王朝を指しているというふうにあの使い分けているんだということを言ってますね。えー、だからその使い分けがなされていたと。イ政制があもう帰ってからは交流が絶えているのでですね、えー、もう倭国は大行6年の時の春の 正月の倭国は大国ではありえないということでねだからあそこからやっぱ、えー、来てるのは倭国だということで機内王地を指してるということを言ってるんですがただし、あのー、随所随所は大国殿だけじゃないんですね。 変な言い方だけど随所大国殿には倭国は出てこないんですよ。えー、和の字の倭、ね、国は出てこないんです。ほいであの、えー、随所はあの三国志の中三国志じゃない随所の中にはああの定期っていうのがあってえー。 について書かれている内容のがあるわけですね。まあ、そこで和が出る出てくるんですよ。随所の中に、えー、その随所大国伝の中には大国しか出て和和国は出てこないんです。ここで随所の定期の中に出てくるのは和国なんですね。で大国出てこないんですそこで。だからあーその聖書写しが違うわけですね。 えー、随所大国殿を聖書した人と、えー、随所定期を聖書した人が違うということなんですが古田さんはそういうふうに考えるんじゃなくてあのイ政制が帰ってからもう交流を絶つとて書いてるのにそのあとにねですね和国、えー、定期に倭国の使いが来たって書いてるからだから この和国と大国は違うっていうことですね。それをちゃんと発見しじゃね。でも、まあ僕の解説では僕の底辺やけど、あの、えー、随所大国伝の中では大国しか出てこないで、随えー、定期の中でも和,和国しか出てこないから、やっぱり議論書き、あの成長した人が違うから、数字が違うだけであるということですね。 でまあ、矛盾点としてはあ確かに「無交流を断つ」って書いてるのに、うん、えまた倭国があの出てくるのでねこれ違う国やとそ,そういうふうにもあの受け取れかねないわけやけども、えーまあ、そ,それはあちょっと矛盾点として残るということですね。えー、そういうことでね あのえーでまあ、その話ばっかりできない。でいよいよその2のですね和王、えー、天持って兄となし火持って弟となすとこれがまあ,ありましてここが大問題なんですよね。うん、でこれはどういう意味かと和王っていうのはですね天を お兄さんとし、火を弟としているということでね、あのこれを解釈するときに、えー、普通というか、あこの、えー、大山誠一さんの聖徳太子の誕生という,いうのがありました。えー、つまり死者が言うには、和王は頭上高く広がる天、雨、すなわち空を兄とし、 そこを照らす太陽を弟としているというのであると、まあ、そういうふうにあの読めるんです確かにね。太陽は天を持って兄となし、日ぼって弟となすとこう書いてあるわけだから、そのまま読んだらそうなんですけども、えー。しかしこれはあのわおの兄が天っていうことはありえませんし。 弟が太陽ということはないわけですね。まあ、あるとしたら宗教上、そのえー、天をその王様が自分の兄貴と思って太陽を弟と思ってたということでしょう。そういう宗教上の、まあ、そういう宗教上の観念を持ってたということになりますね。で そうだとしたらそういうのはやっぱ「古事記」や「日本書紀」の中でねそういう思想が書かれているかっていうことですね。まあ、古事記や「日本書紀」の中でもまあなんか古い書物にそういうようなことが書かれているかっていうと、まあ、そういうとは伺えないですよね。あの、えー、その6世紀の終わりにね和王が太陽を弟と。 思っていたとか、まあ天を兄と思ってたというような信仰があったとうふうには思えない。どう考えてもね。ですからこれはあの違う意味で書いてるんじゃないかなと思わなければいけないんじゃないかなと。まあ普通は思いますよね。ところがあの大山誠一さんはあそのままそう思ってたと書いてある通りやと。 いうことですね、えー、そういうことであのだからそれはちょっとまあそういうことはねあの言えないんじゃないかなと思うんですけれどもだからあ別の解釈を、まあ、するんじゃないかなと思うんですがあ案外ですねその大山さんと同じような。 解釈してる人が多いんじゃないかなと疑われるようなウェブなんかではその太陽は天を兄とし火を弟とするの役に対して天や火を自然の天や太陽の意味ではないと解説しているのをあまり見かけないということですねだからあーそうなるとですね夜が明けるともう。 太陽を見てですね、登ってきたんで「ああ弟よ、ね、よろしく」とか言って、えー、和王はその、うん、朝廷から引き上げてまあ,あ昼寝するかなんかしりませんけど、えー、昼間はだから政治をしないわけですね。 でまあ太陽に任せるということは太陽は別に自然の太陽のことを言ってるんだから政治をしないわけです。でそんなことはちょっとねあの現実的じゃないですよね。そういう,う国でもないしそういう時代でもないわけですね。だからえー、だから600年にそういうふうな国であったんで大山さんに言わしたらね。 憲法条ななんか作れるはずがいでしょう。太陽は弟と思って天を兄と思ってね昼間はもう太陽に任せるって王様は朝廷からといて寝てるんか遊んでるか知りませんけどそういうことですよねそんな国で憲法17条なんか作れるはずがないはとかそろうう、ねえー、そろね、えー しかしよく考えるとまあ倭国は4世紀に白木を信攻し5世紀には蚊帳を領有し、ね、世界一の巨大巨墳群古墳軍古墳軍を5世紀には作ったわけですねで共生大国にまあなったけれどもまあ6世紀になってきたらうんちょ半時うまくいかなくなりますけれども、えー、立て直しにまあ仏教を導入してね であの近代化ら分かったっていうかその時代のね、えー、新しい中央集権国家づくりを始めたわけですね6世紀になったら。だから未明に星を眺めて天意を伺い昼間は、えー、大きみの,の仕事は太陽に任せて無意自然というようなわけにはいかなかったんじゃないかなということですね。 だからあそれはあその開港20年の記事随所阿国殿のこれは実際にあった歴史的事実を記録したものではなくて隋の天下統一をたたえてはるか東海の彼方の未開の地から祝賀の使いが来たことをにした飾り記事ではないかということでね。 うん、その倭国って書いているけれど別に日本の国のことではなくて、えー、東海のカナたの国からですね、えー、祝賀の祝いが来てでえー、まず、あ、いになって久しぶりに天下が統一されたわけですからねまあ地の果て海のカナたから祝いがやってきた。 っていうめでたいこっちゃと <laughs> まあそういう記事違いますかという解釈する人もいますねそれはあの「日本書紀」にその開港20年の記事がないわけです紀元600年西暦紀元600年の記事がねないわけですあの「日本書紀」には書いてないんですよだから本当にその遣史ね あったかどうかわからないんじゃないかと。いうことなんですよね？だからその歴史っていうのでもですね、えー、どれだけこの信用できるかと、えー、え。随所倭国殿とかってあって、聖シアとか言ってるけどもね。飾り記事もまあ随分あるんじゃないかと。だから全部あの信用してね。 それに頼って日本の歴史を作ろうと日本のまあ古事記や日本書紀なんかよりも中国の方が客観的で正しいんだとかいう人がいてですねでそれに頼ってそれを基準に日本のまあ古事記や日本書紀に書かれていることをここは間違いここは正しいとか <laughs> いう人がいるけれどもそれは言えないんじゃないかこういう語り記事もあるよっていう見本になって なってるわけ、ね、はここでそういうふうに考える人もいるということなんですね。しかしまあそのような飾り記事だとまあ断定する前にその別の読み方ができないかと「太陽」は「太陽」というのはあの和王ですね。これは文字の間違いとしたらね。 えー、和王は兄を天,天を兄とし、火を弟とするというのを、まあ、合理的に解釈できたらどうかあのし,した方がいいんじゃないかと。ほあのひ姫み性とか、姫姫ひめひこひ性とか、ひこみこ性とかいうのがあったと。つまり、男女がペアになっててね。 でしかもまあ兄妹とか姉弟とかそういうペアになってるんですね。それで兄弟による統治というのが行われていたということですね。それでそういうふうに考えるとこのいざなぎいざなみからまあ,あ彦姫性というか彦彦性になっているわけですね。 「いざなぎ」っていうのはあああの夫婦心です夫婦神なんですけど「いざなぎ」イザナギ「いざなみ」の場合はあ父,父や母が誰かは書かれてないんですが書かれてなかったらわからんやないかと思われますけども兄弟だ,だ,だと言われてるわけですね。えー 兄妹だと思われてる。いざなぎいざなみね。それでも結婚して、で子供はがたくさん生むわけですね。その目落とし。だから、あ男の方は彦なんですよ。ひいていうのは冷静が高い,とい。その男の子は彦で女の子は姫め。は女ということですね。だから彦姫 あるいは彦彦ですね。彦、えーまあ、って言った場合はあ男でも彦って言えますけどねあの女の,あの婦女って書いて彦と読む場合がありますね。神がかりになって占う人ね。まあ、彦彦とか彦姫姓という兄弟統治があったということでね。 えー、そう考えると、和王は2人いて、兄弟統治家から2人いてですね、兄が天と呼ばれて、弟の和王は火と呼ばれたとこう読むんですね。和王は天を兄とし、火を弟とする。和王は、ねえー、天と呼ばれる和王と火と呼ばれる和王がいた。 いうことですね。それが兄弟やということなんです。で、あのあー、卑弥呼の時はね、えー、姉が、姉が兄に、兄が兄っておかしいけど、卑弥呼が統治をしたわけですね。あじゃあ不祝やね、不祝をして。 そしてその卑弥呼の権威を借りて弟が統治したということですね政務を取ったと。だからこの所得大使の時はですね、えー、水戸天皇が大きみになってなっていたわけですけどまあ宗教的な儀礼を中心にやってたで弟の馬宿の王が殺生 をしてまあ、現実の政治を仕切っていたということでね。だから兄弟統治やったわけですね。あの兄弟と言ったら兄と弟で兄弟と言うから両方男かなと思いますけども、えー、昔はそういうあの兄女でも兄いや弟と言ったんです。だから。 あ兄,兄姫って書いて愛姫って読みますし弟姫って書いて弟姫って読むんですよねだから兄とか弟は男でも女でも言えることなんですよ、ねえーそ,こまあ、そこ間違わないんですようにし兄って書いてるからね男と思ったかん 女,の女でもいいわけですそうでないと聖徳太子の時代は水庫女帝ですからこの兄の方が女性なんですねで弟の方が男性なの。ただしその水庫女帝馬宿の大君が殺生の,の時は、えー 本当はおばさんやったんね。おばさんと甥いの関係やったんですよ。兄弟じゃないよ、ね。でもまあ人材的に考えて、まあ、ペア組むとしたらね、あのもちろんその曽我の馬子が実権を握ってるんですけども王族の中で、まあ、ペア組んでこのえ、えー、支配するとしたら、この。 他かに、まあ、人材としてね、えー、その折衝できるだけの人材は、馬宿の御子を置いてはないということでね、馬宿の御子をやったわけです。でもだから弟でな、弟の役割をしなければいけないんで、兄弟の仕入りをかわしたと、本当はおばおいの関係なんだけど。 と考えたら別にそのおばおいだけど兄弟と呼ばれていたと考えても考えたらまあ一応ねあの説明はつくと兄弟と私生という合うようにおばおいがまあ兄弟ということにしたということですねそれであの 宗の大きみが兄で前野の大きみが弟ということで,すで兄が天というのは天天となすというのはなぜ天となすかというと天意を伺うから天と呼ばれたわけですね天の意志を伺うということですだから未明に 天の意志をううということいこなんですね、えー。その次の3のとこですね。雨いまだ明けざる時入れて祭りごとを聞くというのがあるわけですね。ここですわちょっと濃くしましょうか。ああこれは非常に重要やからね。えー、雨。 いまだ明けざる時入れて祭りごとを聞くと。でこれは雨はあの兄王の名前ですからね称号、えー、みたいなものですわ雨。だから兄オ天は未明に朝廷に入れて未明の時に朝廷に入れて祭りごとを聞いたということ まつりごとを聞くということは天よを伺ったと。な未明というのはまだ日が出ていない真っ暗い時ですね。夜明け前が一番暗いとか言いますけど、その一番暗い時に出てきて、えー、天の意志を聞いたと、ね。ところがまあ大山さんなんかの解釈では天っていうのは天が未だ明けぬ時とこういうわけですね。 空がまだ開けない時に和王は庭に出て、えー、祭り事を聞くというふうにまあ読むわけなんです。天を、まあ、和王の名前と読まないわけね。まあそういうことで。えーまあみ 祭りごとを聞くっていうのはどういう意味かっていうことでねあの会議を開いてですね、えー、どんな祭りごとを行うかというのは夜明け前にまあ会議を招集するっていうようなことはまあないですねそれは,、えーそれはまあ、まあ非常時やったらあンにか可からないけどももそれ以外は考えられないわけですね毎日、えー ややってるやる日課ですわねねこれは、ね、ですから調整するといっても未明の暗い庭で会議を開くわけではありませんと。カ、え、フ、ーえー、して出し、非、ね、譲るとすなわち、えー、リムを止めやめていわくう我弟に任すとと,ということ ですね、つまり結果を出してこう結果を出して座っててですね、えー、まあ足を組んで座るわけですねで天に向かって天,意を天を見ながらですね天意を伺っているくらい時にということです。でそれをどういうことかというとまあ 瞑想して,てばいいわけけですけどね。うん、何も考えなくてもいいんですけど難しい問題とか政治上いろいろ出てきますよねそういう時はやっぱり、えー、雨の皆かぬっというかね、えー、天の意向を伺わなければいけないわけで,すで天意を伺っていたということでそしたら王様にこう何かあった 時には転移がこう伝えられるわけですね。だから <laughs> それは結局王様に何回転移がてきたらそれが最終的に決定になりますから最終決定権はその未明に転移をかがっている兄を天にあるということになりますね。で 火 <laughs> が出ればという火いずればすなわちリムをやめ言う我が弟に委ねんとこう言う,うわけですね。だからもう火が昇ってきたらもうそういう天意を伺うことはできませんので、えー、太陽に任してあとは任すよって言って出ていくと。 そういうふうにかい解釈してたんですけどもその「火」っていうのをよく考えたらあ弟を指していると弟を指している和王は2人いるんやと天と呼ばれる和王と火と呼ばれる和王がいるわけですね。ほんで火、まあ、が昇ったらじゃあまあこれこ今からは弟の、ね、出番であるということ。 弟は王が出てきてですね名前に任したというので弟の王は日常の政務をとると実際のまあ現実の政治をやってるのはだから弟やということですね弟であるでこの時代の場合はマヤドの君が弟は王妃であるということになりますね まあそういうふうに解釈しているわけなんですけど。だから、天意というのは中国では天庭の意志であって、天庭はまあ中国では北極星だということになっているわけです。ねえー、だからあ、北極星にこう天に登って、えー やってるわけですね天帝でだからその天帝の意思を伺うということがまあ,朝の仕事であるでその天帝というのは日本ではどう呼ばれるかっていうとおその天帝は北極星を意味してるから北極星を意味する神は雨のみな主雨のみな主っていうのは天の中心の神ということですね。 で雨のみ主がやはりその、えー、天に当たるんじゃないかということですね。天帝の意思を聞く。中国では天帝の意思を聞くこと。日本では雨のみ主の意思を聞くということで、えー、雨のみ主に疑いを、伺いを立てていたということなんですね。 雨の港主が、まあ、に日本神話では最初に現れた神なんですよね。それでその高海原の高牧原っていうのはあの海原の向こうにあった宗主国があるわけですね。和人の宗主国それが5世紀にあったらあーもう凋落してですね。 えー、大和政権の属国になってしまったのでこんなとこは神の神々の国ではないっていうことで神々の国和治の宗主国はもともと天にあった高間ヶ原やとこう言い出したわけですねで、もともとは朝鮮半島にあったんですよ海原の向こう海原って言ったら生津島なんです生津島の向こうだからあちょうどあの。 プサンのあたりが中心になるわけですね,かやねえー、そういうことでまあ美馬奈って日本のお古代史では美馬ナ日本府とか美馬ナ美馬ナっていいますけど大体、まあ、当時はカヤって言ってたんじゃないかなとだから義手は人伝でもねクヤ韓国っていうの出てくるでしょう茅屋それがちょうどその釜山のあたりですわね でで、あの、ああいうあの、あの、中国の正末っていうのは、中国人が、その現地の人の言葉を聞いて、あの、その音、お、お、をお、ってるわけでね。えー、か、えー、くやっていうのも、かやをくやっていう、聞き間違えてるわけですよ。だから、かや、韓国。かや、あの、く、え、や、ー、韓国。 悔や韓国って書いてるけども茅国茅の国やったわけですねだからまあ茅と呼んでたと思いますね普通はね、えー、ただまあ日本はあの美馬なと呼ぶようになりますけどでそれが5世紀になったらもう逆に植民地になってしまうんですよ大和朝廷のね、えー、だからもともとそのそういう 和人大屋島の和人諸国の宗主国であったそのた、えー、海原の向こう、高海原、ね、海原の向こうの和人の宗主国、ねえー、はああの地上にあったんじゃなくて、えー、天空にあったと、もともと。 だから高天原にして高馬ヶ原でも。で高馬原と呼ばれているのもなぜ高馬ヶ原と呼ぶかというとた、えー、天と海っていうのは古代の和人にとっては同一視されていたんですね。つまり雨とか雨とかいうのは天の意味と海の意味と両方の意味があるんですね。で同じやと思ってたんですよ。天も海やと思ってたんです まあそういうことでね、おそこが面白い、<laughs> そこが面白いというか、それは和人はね、海洋民族の、まあ、代表みたいなもんですよね。あの我は海,子海の子である。我では海の子、知らなみの、ね。本当に海の子やったんですよね。海と一体化して生きてた、まあ、あわけなんですね。えーそれで あのまあえー、としてその <laughs> 天と海とね同一してたから高海原が高尼原になっちゃったということでねであのそうなんですけどであのだから出身は雨のみなかぬしだったんだけれども7世紀になってこの 今はあの「法事記や日本書紀」では高間ヶ原の出身を天照大神と考えているわけですね。それは7世紀になってから書き直されているわけなんですね。まあ、そういうことがわかるんですけど、えー、この差し替えたことはでももちろんあの差し替えなんかできないですからね。人間が 勝手に出身を取りえると <laughs> そんなことは神に対する冒涜やから本当はできないんですけど、まあ、やむをえない事情があってや,やったとしてもやったとは言えないということでねもともと天照御神は高間原の出身だったっていうことに、えー、しているわけですね今,今ではね古事記や日本書紀では。だからその差し替えたたことを隠蔽するために えー、造家三神つまり主神である雨のみ中主その脇,脇地みたいな感じで「高見無水の神」「神無水の神」この3つの造家三神と呼ばれるその高間原の、まあ、中心の神々はあすぐに隠れたことに説話を変えてしまった、ね、だからその改変されたということですね説話がね。 えー、そこは重要なわけで,でまあ,あアニオがなぜ天と呼ばれたかって言ったら天を祭祀する雨のみなか主を祭祀、まあ、するということですね。まあ、天やから雨のみなか主だけじゃなくてもちろんそのオリオン星だとかあ月だとかもまあ あの,祭祀の大になってたでしょう、ね、えーまあ、そういうことで天を祭祀するから天と呼ばれるで弟は火が昇ってきて火を祭祀するから火と呼ばれたのかというとそうじゃないんですね弟王の仕事は日常の政務なんですよ、ね、太陽神の化身でもなければ太陽神信仰の まあ中心的な人物でもなくて弟はそうじゃなくてあの日常の政務を取り仕切る政務王であったと最相じゃなくてそれで日常の政務を取り仕切ることから日と呼ばれていたということですねそういう意味でいあ,あとは日に任せるという。 つまり弟が政治をするいうことですだからちゃんと日常を政治をしてたとだから大山さんの読み方やったら日常は誰も <laughs> その支配してないことになっちゃうのでこれはちょっとねありえないというかそういう無政府状態ではもうやっていけないですよね。えー まあそれで隋の,の文帝酵素はですねこれは甚だぎりなしここに教えてこれを改ましむというわけでこの和人の習慣がねとんでもないというわけで、えー、改めさせたという話ですね。だから、<laughs> この「天いまだ明けだる時入れて調整する」という「兄を天はいまだ明けだる時に入れて祭りごとを聞く」という私の解釈はまさしく行天解釈ですね。まあ行天というのはその天を仰いで天を聞くっていう意味では行天ですけど、まあ、そ,れ <laughs> それもあるけれどもそれだけじゃなくて未明だから。 アマテラスの意思ではなく、雨のノミナの意思を伺かがっていること、未明やから、まだ真っ暗です。つまり6世紀末までは、主身はアマテラスではなかったということが、ここで分かるんだということですね、この言葉で。ながら行天やびっくりするということですね。そ祖先神もアマテラスではなかった。もしくはもう、アマテラスが祖先神だったら、うん祭祀するはずですけど、ね アマテラスを祭祀していないなんですね昼間はその太陽に任せるということで、えー、太陽を祭祀の,の対象にしてるわけじゃない弟分みたいなのを持ってるわけですね。ところが危機ではどうなってるかっていうとアマテラスが出身になっているし。 王家の祖先神だとといいうことになっているわけですねだからそういうふうなのは7世紀になってからの大改革神道大改革があったということが分かりますね。だからあーこの「天未だ明けざるに入れて調整する」というこの7つの7つですか文字のまあ意味するところはまあ非常に。 日本の古代史、えー、がですねまあ謎が解けるわけですね。しかしそういう一点突破的に <laughs> 一点突破的にね、えー、そのそれでそれだけでね絶対確実っていうのではな、ね、い誰もまあ納得しないわけですもちろんね。だからあー本当に 6世紀末までね太陽神信仰が朝廷の、うん、中心的な信仰ではなかったということが言えるかどうかねっ天達大神信仰というのはそれまでどうやったんやということですねそれをやっぱり探求しなければいけないんですそれは今日の仕事じゃないですよ今日の仕事じゃないけど ところがねあの、それまでやったら、例えばまあ、えあの 4, 4, 世紀の4世紀の初めやね、ジン、えー、天皇の時にね、アマテラスを宮廷で祀ったという話があるんですよね。ほんならアマテラス進化はあっんうんだけども、それはそうじゃないんですよ。 祟たたり神として、どうして祟るんやと。問いただし、どうしたら祟らないで済ましてくれるか、問いただすたびに。まずってるんですよ。だから、自分らの祖先神としてね、自分たちを守り、自分たちに恩恵を与えてくださいって。えー、お願いする対象じゃなかったんです。祟 <laughs> り神として、山手町で脅かす存在やったから。 それで祟りが起こったんでどうしたら祟りをやめてくれるかということを問いただしたんですでその時にアマテラスだけじゃなくてヤマト・オオクニタマも混ざってるんですねでその時の祟りは実はヤマト・オオクニタマの祟りやったんですだからまあアマテラスじゃなかったんですけどアマテラスはヤマト・オオクニタマが怖いで あの一緒にいるの嫌やっていうので宮廷から出してでその稲井各地をですね転々として最後に伊勢に落ち着くんですねそれが伊勢神宮の起こりやという話があるわけですよ。ね。だからそういうのを見てても天照大神は出身でもない祖先神でもないむしろ大和朝廷にとって た,たり神であっとというこがだからそういうどんどん結びつけていってもですね、えー、大きなこの発見になるわけですね。つまり古事記日本書紀の知識に書かれてある竹を信用してそこからその矛盾ですねをつけへんかったらあの ダメやとということですね、えー。分からなくなってしまうということです。で「雨たりしい子は誰だ?」っていう話に入りますけどちょっと休憩入れます休,休憩入れるといういいんやけど一時停止にしてね。またすぐ始めますよ。僕は休憩するけど見てる人はああすぐ。 始まりますからねそんなこと言うてる場合じゃない一時停止、えっとレコーディング再開します、えー、4のアメタリシヒコは誰かというわけでねこのまあ、アメタリシヒコの、まあ、ヒコさっき言いましたけどホコと読む方が正しいというのが古田武彦さんのあ 解釈ですけどまあ,あ普通は「アメタリシヒコ」「来た」と「比べる」という字は、まあ、総書体ではほとんど変わりがないということでうん「写し間違え」というふうにまあ,あ取ったら「ヒコ」でいいんじゃないかということですね。 まあ矛であっても別に構いませんけど、えー、そういうことでね「その和王の姓は雨あだ名はタリしい彦とされています」と「で兄弟王」だと「雨タリしい彦」だけ書かれているのはどうしてか疑問ですねと意味わかります? <laughs>「雨タリしい彦」しか出てこないんですよさっき「兄弟王」で解釈したでしょ だからあ天と呼ばれる和王がいてねであのそれは未明に天意を聞いているということですねで夜が明けたら弟が出てきて、えー、政務を行っているということですねところがアメダレシヒコというのが和王の名前が出てきて、えー、和王の姓はアメ あだ名はタリシであるというふうにね言われるわけなんですよ。兄弟王だったら誰誰誰誰ってこうなるはずですね。まあ、ただしその兄王は祭祀祭祀を行っているだけなんで、権したのも弟王だと考えられますね。外交も、まあ、丸投げ。 で雨田利彦もだから弟の称号ということで考えますと当時は「馬淀の王君が」が王だけで「王君」と呼ぶんですよ、えー、大王と書かなくてもね「ぬかたの王君」っていうのがあるでしょ歌、えー、人でね女の人ですけど「ぬかたの王君」それは「ぬかた王」と。 書きますすよねででぬかたの王君と読むんですだからあ王だけでも、まあ、王君と読むんやという, <laughs> いうことでね、えー、馬屋との王君なんですだからあまあがまあ雨たりしいであったとじゃあ雨たりしいってどういうことなんやとで雨っていうのはまあ「かばねは雨」って書いて書いて,書いてましたね カバネは,雨アはタリシコで「かばね」カバネはですねその属しているうん部族を意味しているわけですねですから「雨族」「天神族」ということですね「雨」っていうのは「雨」って「雨」「天」ですよねで「海人」とまあ書いてもよろしいです。だから 天と海はその和人にとったらですね、えー、ちょっとこれ大事なことですからね、えー、天族天族って書いてあるけどこの天族天ね天ということです。 天族、天族、こうやね。ほんで、天神族に対しては、天神とくる、まあ、天神、怪人族、あれ、えー、天神族に対しては、怪人族と変えたらいいんですよね。 ちょっと待って、ね、これな。怪人。ここに人入れたらいい。人。そういうことなんですよ。この、雨は、天を意味しているから、天族ということですね。えー、あるいは天神族。雨。ね。ちょっとこれ、大きくしな。で、ちょっとこれ。 赤にしてえ <laughs> できへん、ね、サッとやめなさいねえー、ダメですけどこういうことですよねえー、天族これまあ甘族と呼ぶまあこっちも甘族と呼びますねだから和,あの和人のことを指しているわけです和人っていうのは多少ですね多少というのは他,他人から呼ばれる あの特に漢民族はあ周囲の民族のことを万人扱いするわけですね。ほんであの我々我々ってっ和人族のことを和人ってアマ族のことを和人と呼んでいた。で和人呼ばれている和人の方は自分らのことをア族と呼んでいたということです。 つまり海の人ですね。まあさっきもちょっと言いましたけど我は海の子なんですよ。だからほんまにそのね先代意識の中にあるその海女族っていうか海の子の意識が出てるわけですね。だから和,和,、えー、和人古代の和人の魂が <laughs> あ。 出て,出てて「て我は海の子」っていう歌ができてるわけですね。まあそういう天族。天と海は一緒なんですよ。雨ね。でタリシヒコって何かっていうとね。タリスっていうのは垂らすっていうことですよ。だから徳を垂らすっていうことです。徳を垂らすっていうことは、まあ、支配するいうことです。王が徳を垂らして、うん。 訓徳を垂らして人々を導く導き支配するというのを垂ら,らすと垂りしっ、えー、とか垂らすということですねだから訓徳を及ぼす人で彦ですからマ,マロードなんですよね「彦」は当然その霊の意味があって、えー、たっといわけなんですねたっとい人 冷静の高い人ってい人うことでアマ、ね、族のだからアマ族に行くんと徳を及ぼす人ということでねアマ族の王という意味ですわだからアメタリシヒコっていうのはねアマ族の王という意味やということが分かりますよねだから名前というよりは称号ですわ称号ですねで随側から 遣隋使に支配者の名前をって言われたらやっぱりその,その遣隋使は自分の支配者の名前を呼ぶわけにいかんわけですね。山田太郎ですとかね <laughs> 名前を呼ぶわけにいかん。だから尊い人の名前は 口に出せないわけですね。だから「雨族の王」えーな「名前は何や?」って聞かれたら「雨族の王です」って <laughs> 言ったわけですね。まあ、そういうことですわね。雨、えー、族の王と呼ばれているわけです。雨た石彦っていうことはそういう意味だから、えー、何と呼ばれているのかって聞かれると思ったんでしょうね。 名前,は名前を聞かれたというよりも何と呼ばれてるんかって聞かれたと思うんです。で「雨足利コと呼ばれていますっていうことでまあ言ったと思いますよね。まあ、そういうことでね、えー、そういうつもりやったところが隋側、はそれはあの名前を聞い,た聞いたに対して答えたことやから「雨がカバネでタリシが「雨が あだ名であろうとこういうふうに受け止めたというふうにまあ解釈すれば、まあ、一応納得できるかなということですね。えー、で「豪」が「大きみ」になってるでしょ。豪「豪が王」が、ね「大きみ」。これも、まあ、別称ど、えー、どう呼ばれているえ称号はどう呼ばれているんだと 聞いいたと思いますね。だからまあ「アメタルシーコ」はもう称号みたいなもんなんですがあ名前を聞かれてついその「アメタルシーコ」っていう称号って答えたもんやからあ次称号聞かれた時にんて答えていいかというわけでまあ「大きみでいいやろうということですね「大きみということで、えー、で「大きみと答えたとまあ あアハケミと、まあ、このまま読むたらそうなるらしいですけど、えー、これはあの向こうの人が結局きき耳で聞いたやつをまあ漢字に直した「あはけみ」とこう「おおきみ」って言ったら「あはけみ」と聞こえたからということですね。でもその当時おおきみなのはぬかたべのおおきみで上宿のおおきみではないという人もいますがこのさっきも言ったように。 王だけでオオキなんですよね。だから馬屋の王はオオキじゃないと思ったらあかんわけです。馬屋の王もオオキなわけです。オオキミ一人だけと思うでしょ、普通ね。そう,そうじゃないんですよ。だから天の舌、シラシメス、オオキミと言ったら、ぬか食べのオオキだけを指してるんだけども。えー 大きみと言ったら別に梅宿の大きみも大きみなわけですね。だからあーこの使いを送ったのは外交も担当してたのは梅宿の大きみですからアメタリシヒコと呼ばれているわけですね。梅宿の大きみ。だからそれで称号、えーえー、は大きみであるわけです。だから、まあ、これで。 いけるわけですね。まあ、だから「大一文字でも「まあ、ぬかたのおおきみ」というこれ「ぬかたのおおきみ」っていうのは「おおきみ」って書いてるけれども、えー、直接大き「おおきみ」というかあ,あの要するにその雨雨の人とした白しめす。シ 大ただ一人の「オオキミ」の子供じゃないんです普通「オオキミ」って言ったらまあ「オオキミ」あの雨の人は白めす大の「オオキミ」の息子とか娘がね「オオキミ」なんですけど「親王」ということですよね。内親王とか親王ということなんですけどあの「ぬかた」の「オオキミ」の場合は。 皇族っていうか皇族の血を引いてるということそれだけでも大きみと言ってるみたいですねだからちょっと誰々、えー、だ,だ,だから誰々天皇の娘っていうのがねあ,あるはずなんですけどそうじゃないんで沼田の具のちょっと調べたらあ誰かわからないみたいなねはっきりしない。 ですね、鏡の王女の娘ちゃうかと言われてますけどね鏡の姫美子のつまり、あのー、え天智天皇の奥さんかあそれだったら分ん、ね、年齢は変なあなんせそのぬかたお君はあ天皇の子供じゃないみたいですねまあそれは置いといてね なぜ大きみということですわ。えメイドの大きみだから大きみについてても、えー、天皇に限らない天皇とか要するに唯一の最高位の大きみとは限らないっていうことですね。でまあ「あ日いするところの天使」っていう和王から「あ しかしアメタリシヒコが弟を非で馬宿の王君に当たるというのなら和王から隋の皇帝に対して非譲るところの天使と自称しているから馬宿の王も王君も天使だったことになってしまいませんかと。天使が2人寄ったお菓子やろうということを言いますね。だから馬宿の王君は確かに王君やけども天使ではないやろう 天使だら一人やろうということですね。まあ、そういう兄をのみがまあもちろん天使だということなんですけど念のため当該箇所を引用しておきましょうという。大行三年ですね。えー、その王のタリシヒ彦は死者を派遣し長考した。死者は海の西の菩薩のような天使が手厚く 仏法を交流させていると聞きましたので、勝敗に派遣するとともに、えー、出家者数十人を仏法を学ぶために来ました。これを天,天使があこの、えー、使いの。 死者が答えているわけ死者が私をという、ね、私を派遣したと、天使がね、と言ったと。その酷暑に言う、日、登るところの天使が、小、日、沈むところの天使に届けます。おかわりありませんか、うんぬんと。だから、あこの、 派遣したのは天使じゃないんですね。海の西の菩薩っていうのは、海の西っていうのは隋の方が西ですね。えー、和国のは東ですから。それが仏法をこう交流させているというので、日本では聖徳太子は仏,仏法に非常に熱心ですからね。だから、死者を派遣したわけですね。その えー、ほんで、えー、お坊さん出家者十数十人も隋、えー、に行って仏法を学んでこいと言われて、えー、それで来ましたということですね。まあそういうことでも、ね、その国書に言う「日登るところの天使」が「しょうる 沈むところの天使に届けますおかわりありませんかうんと、ね。で帝を見て帝煬代、えー、はこれを見て喜ばず航路峡に航路峡って外務大臣みたいなもんですけど万威の書でえ無礼のあるものは二度と聞かせるなと、えー、言ったわけですね。まあそういう,うことで。 え何を言ってるかというと、その、火のぼるところの天使が、章ですね、章というのは手紙をね、火沈むところの天使に届けますと言ったわけで、だから、天使なんですね、章を送ったのはね。だから一人ですよ。それは馬宿の大きみではないわけですね。のであの アメタレシえアメタレシコでもないよアメタレシヒコですからねモヤドの王ねもうならそのアメタレシヒコは天使でもないっていうことになりますねアメタレシヒコというのは悪国を支配しているということやから天使悪国の天使みたいに思いますよね。 これをどう解釈したらいいかという、これは非常にこの兆候を要することですよね。悩ましいね、これはね、なかなかね。で、まあえー、兄を、つまり、ぬかたべの大きみが遣隋使を国書に託したと解釈したらどうか。まあ、自分が遣隋使を送ったわけじゃないですよ。外交には察知してないから。 だから雨たれしい子が送ったんですが、ヌカタベのきみが国衝ですね。まあ、その、えー、和国から、まあ、派遣するわけやから。あだからあ、我、関節で言うわけにもヌカタベのきみとしてもね、えー、相手が、まあ、隋の容体ですから、あ やはりそれと同格の人が賞を出さないと失礼にあたると思いますよだからあそのだからえー、っと「雨たりしいコが「天賊の支配者」という意味なのだとしたら兄はもアメタリシいと呼ばれていたのではないかと思われますね。 ただし、兄王が女帝だとしたら、雨垂れし姫と呼ばれていたかもしれないし、政務王は雨たらしい彦だけれども、最子王は別の呼び方があったかもしれません。いうこと雨垂れしっていうのは、まあ、実際政治を行うから雨垂れしと考えたら、最子王の方は別の名前があったかもしれない。しかし、か、まあ あ分かりませんから今残ってないしねえー、だから問題はどこかというとアメタリシヒコというのはあ聖徳太子のことだとしたら天使に当たるのはの王君古天皇ですねそれはその遣隋使が行く時に手紙を全くしただからその手紙の内容は天使から言ってる。 天使でであるるかための君から言ってるわけですね。だからあ「日出るところの天使」「日没するところの天使」とあってもそれを「メたるシー子」が自分のことを「天使」と言ってるわけではないという <laughs> そういうことになりますね。えーまあ、そういうふうに解釈するしかもう他に手はないなという感じで、えー、いるんですけども、まあ、そ,そこの解釈がね 非常にややこしいので、だからいろいろ出てくるんですね。あのいろいろな解釈が出てくる。だから、あーこの雨たるしヒ子をですね、えー、この、え、前宿の大君としたら、雨たるシい子を天使、その手紙で天使って言ってるやないかと。だから、雨たるシい子が実は大君やったと。あの唯一の大君ね。えー 天の人たちら示す <laughs> 大君唯一の大君のことね。えー、だからアメれしシーが天使やったと。だからヌカタベの大君つまりシーコ天皇というのは即位していなかったという人もいるし架空、まあの人物だと極端に言えば。というのはハイ政制がこ、えー、やってきてですね えー、天使に合ってるはずなんですけどそれが女やったとも書いてないわけですだからあの、えー、女帝はいなかったんじゃないかっていう解釈の人もいますしまあそれが、まあえー、実際はだから男があその天使やったとしたらああ 馬の大きみは摂政ですから天使ではないとしたらですね、えー、ほんなら蘇我の馬子は結局天使やったんじゃないかというね解釈も出てきますよね。であの蘇我の馬子が天使やったとしたらこのアメタルシーコもまあ蘇我の馬子のことであるということになって じゃあ曽我の馬子の結局、えー、息子でないといけないということですね、あのー、梅江戸のき君がね。だからそうすると、蘇我の馬子には、梅江戸のきみに当たるような子供はいないから、だからこれは、梅江戸の大きみていうのは、実は過去ではない。 曽我の馬子がいてそれが天使やったというふうな解釈をする人は曽我王朝説というんですけども,もいるわけですだからまあいろんな説がこの、えー、解釈次第で出てくるわけですねだからまあその場合にいろんな説が出てくるのはい、まあいいんですけど議論すればいいんですけどえー、だからこまああの 要するに実力者としては、うん、蘇我氏がすごい実験握ってたから蘇我の馬子があ実力者であるけれどもやっぱり名義上は、うんおえー、ぬかたべのおおきみが即位しててそれ女性やったから季節師に。 まあ、若い馬宿の大きみをつけて補佐させたというふうにね考えるで、ね、まあいろいろ万事ですね、えー、曽我の馬子に相談して政治を行っていたというふうにまあ考えるトロイカ制というトロ,イトロイカ体制って三党立て馬車っていうんですけどね、えーまあ、そういうふうに考えたら いいんじゃないかと、まあ、普通は、まあ、普通というか、えー、僕もそういうふうに解釈しているわけなんですけどそれやったら面白くないっていう人がまあ多いよね「そうが王朝があった」って言った方が、あのー、ねほんで全部その作り話だと聖徳太子とかそんなみ、ね、んなねそんな言った方が面白いっていう人もいますけど。 面白いかどうかが問題じゃなくて、まあ、歴史の真相に迫らなければいけないわけですよね。でその場合にあの矛盾っていう、まあ、矛盾点を捉えてどう、まあ、それを、えー、説明をつけていくかということですね。説明つけられるかどうかですわ。だから説明つけられるんだったら無理にその えー、そこが王調説もできたり、えー、しなくてもいいんじゃないかということですね。えー、まあその「日本書紀」では、えー、ここに天皇皇帝を弔う、えー、って感じなんですかね。 ちょっと読みが危ないなこれね。えー、とぶらうやねやっぱりね。だからご犬をかかいみたいな意味ですね。ここに天の到底をとぶらうその言葉に曰く「貧菓子のおスメロギ」「慎みて、えー、西の」 皇帝に申す。ね。<laughs> 使い、航路時の焼却、廃生いら、いら。至りて久しき。んえー、思いやね、これ、思い。えー、見盛りに時計のと書いてますえー、この頃やね。紀州、この頃 ようやくに、えー、涼し,、えーか,しえー、かしこどころって書いてますねかしこどころいかに思、えー、うに、えー、のう読みがあれですね <laughs> 読み気づけとおかなかねこれ。 おやか、穏やかかっていうことですね、穏やかうん。まあ,あ、どうですか、ね、穏やかにされてますかというわけでね、えーこ。これはすなわち常のこと、こちらはまあ普通にやってますと。今、大礼祖うんこれは小野のの妹子のことですね。タイレ おなりら,らを出して派遣してうーんしむもうでしむやねもうでしむ慎みて申すつぶさにならずという,というわけでねまあ水戸女帝が灰生性に合わなかったことに対して随所にも何か触れるはずだと思いますがそのあたりは食前としませんねと えー、この「日本書紀」で、あの、う、えーん、イ女帝が、<laughs> あの、敗政制をですね、倭国に送って、えー、皇帝に当てるはずなんですけどね、その時にきに会った相手が女帝やということが。 あ随所にも触れられているはずなんだけども触れていないというのはどうしてかということですね。だからまあ倭国で、えー、その排せ性があった皇帝はやはり、えー、男やったわけですね。そして結局馬屋道具にあったと思いますね。馬屋道王が あ雨の下しらしめすえっ、えー、と前殿まだ雨足りしい子ですから雨の下を支配する王という意味ですよねだから馬殿にあってえー、馬殿が結局外交を全部仕切っているしだから最始王である水子女帝は 祭祀を行っているだけが人には会わないんだと神様みたいなもんで人には会わないんだっていうようなことあの、うん、使いにですね排せい船に、まあ、言ってで了解してもらってであのまあ梅の大きめに会えばこれがまあ日本の、えー「雨の下しらしめす」まあ雨の下しらし えー雨,えー、雨足りしい子雨,雨,雨の下を足りず支配している王ということでね、えー、なんだということで、外交をも全部仕切ってるから、この人の会えば、ねえー、会ったことになるという感じで、まあ、納得させたんでしょうね。納得させられた方うも、そういうようなことを書かなあかんけどもね、本当はね。 特殊な制度になっているというようなこと、うん、一で、それを変えてないから誤解が生じているわけですから。だから突っ込まれるわけですね。ただ我々としてはどう,どう解釈したらいいかっていうことですね。だからそれでそこからばあ、つまり水庫状態なんて架空だったと。まあ、あるいは聖徳太子もいなかったと。 アメタレジーコは曽我、えー、しやったとかいうふうなとこまで結論を持ってい,いけるかどうかですねだから聖徳太子伝説はいろんなもんあ,ありますやん改革もあるしで曽我のうまくは全部やったんだっていうことで説明がつくかどうかねねあのぬか食べの奥もいなかったということでね説明がつくかどうか。 それよりも今の古事件に要職書いてあることを踏まえて、えー、それでまあ説明をつけられるように解釈して解釈できるようになったらまあそれでいいじゃないかということなんですよ。でどっちの方がまあた分かりやすく納得しやすいかということですね。えー、そういうことで、はい、解釈。 <laughs> できるしほんであのまあこの話はさ最初に出てきたようにアマテラス信仰というのが独世規制まではあ朝廷の、えー、祖先神だとかあるいは出身ではなかったということがあ分かるというところが、まあ、すごいことですよね。 でアメタルシヒ彦と天皇号の関係、まあ、最後にね触れときますけど、えー、天は天神族天族を意味し、えー、スメロギ天皇の王の方ですねはあ支配者つまり王を意味するとしたら天神族の王という意味が天皇には、まあ、考えられるわけです。 ね、その称号家が天皇だという可能性も出てくるということで、えー、そうなると唐の構想が唐の構想というのは白杉のような戦いの時に日本軍を後天蛮にやっつけた唐のこう、えー、皇帝ですけれども彼が側転武功からまああの 天皇号を贈られて、うん、まあ祭り上げられたわけですね。でその構想が天皇号を使ったんでそれを真似て日本でも天皇号が使われるようになったという説があるわけですけれどもこの天皇というのは天というのは天族と考えてね で王て天皇の王をその支配者という意味に考えたら、天皇というのは、まあ、そういう意味で、えー、雨たれしいこと、まあ、同じようなあ意味でも使えるということですね。そうしたら、古くからそういう呼び方はあったかもしれないと、天皇という呼び方ね。あの とということですね。えー、だからあただ問題はえこの話あとではもうすごい時間経つからあのふは入り、ま、今日のところは入りませんけど。えーその ただ問題はねあの、何を言おうとしてるんだろう。天皇というのは <laughs>、えー、その、雨の皆か主が、あその太陽神信仰、天照大神を主神にこう据えて、 日本を太陽神の国にこう変えるわけですね。あのさっきの「日譲る時のところの天使」っていうふうになって607年の遣隋使では日本は太陽神信仰の国に変わってるんですよ。600年の時にはまあ言ったら未明にその。 太陽の出る前に天陽が上がってたから太陽新信号の国じゃなかったんですよね。それが7年後には変わっちゃったわけですから。て変わっちゃったわけですけど変わったためにあの主神が降ろされたということです雨の主やったの。そうしたら雨のみ中主がたたらないかどうかがもう心配になりますね。 天の中心ですから、雨の見中の石。天の中心が、ま、外されたら、天が崩れて落ちてくるかもしれない。それぐらい立たるかもしれないわけですね。雨の見中の石を、まあ、鹿としたり、今、まあ、ないがしろにしたらね。だから、それは、なかなか恐ろしいことだから、天皇というのは、あ。 中国ではですね、天皇大帝という言葉があるとして、天皇大帝というの、中国はその道教でですね、え、大帝、これですね、天皇大帝、道教で呼ぶ、これはあの北極星のことですね。 北極星を祀ってるわけね北極星を天皇大帝と呼んで北極星信仰で北極星信仰をそれで日本の神に置き換えたら雨のみなかし雨これをですね えー、雨のみにしって言っすね。あかんわ、これ。えー、うまく書けませんね。点って書かなくて。点、点って書いたらこの点になっちゃうしね。なんでやろうお。おかしいな。なんでか知らないけど。うまく、あ、できませんね。まあ、この、 天ね、絶対わかんわこれ。わかんわ。天空って書いてある。あれね。雨のえ雨のね。えみなかぬし。みなかぬし。 の神雨の源の神っていうにあたるわけですねだから日本神話の最初の神雨のみ主がその天の中心である北極星をにするんです。で中国ではそれは絶対神というか一番尊い神で天を支えてるだから中心があるから天がこうできる天があるから地も成り立つということでね。 宇宙の中心なんですよ。だから絶対一番尊い神なんですね。で天意を聞くとか天命が降りるとか言って天使はその天帝天、天皇大帝は天帝の言い換えなんですよ。だからあその雨の水なか主はその天帝の言い換えやからその天使というのは天帝の子あるいは天帝から えー、その天帝の子として認められて地上を支配するそれが天使なんですからだから天皇ってなったら天使より上なんですよねはるかに。でそんなんをあのつ,つけたら日本の皇帝の呼び,呼び名につけたりしたら中国の皇帝よりも日本の皇帝の方が、まあ、はるかに上になってしまうんですね。 で、それはやっぱり文句をつけられますよね。だから、簡単にはそのつけられない称号なのに、なぜつけたかということになるので,で、それの原因を僕が考えたのは要するに、えー、太陽神信仰を中心にしたわけで、雨の港の主人公をおとおろしたわけですね。で、だから高天原の中心の神からも。 雨の中を下ろししてアマテラスが者やったたことにしたわけですそうしたら雨のの主を無視したことになるからたたるとしたら天が落ちてくるようなたたりが、ままあ、世界が滅んでしまうようなたたりが考えられるんで、えー、そういうたたりが起こらないようにするためにどうしたらいいかとそれをその要するにその地上における大きみの称号にしたら 雨の中主をね、だから雨のみなか主の荒人神としてえ大きみをね、えー、崇拝すると、はい、いうことですねつまり天の中心と言われたらこれからは、まあ、天だけじゃなくて地上の中心でもあるということでねであの天皇と呼ぼうとだって天皇はあ 地上の支配者であるだけでなくもう全宇宙の支配者みたいなそれの荒い人がみたいな、まあ、最高の呼び方になるわけですね。そしたらそうすればあ雨の皆か主は怒らへんやろうと <laughs> あ自分に対する信仰が続いていると思ってねたたらないやろうと、まあ、そういうふうに考えて天皇と呼ぼうと雨の皆か主のたたりを恐れて。 ということはそのり高原の出身から降ろした時に畳ん、えー、の怖いからどうしようということでで荒人神大きみを、えー、雨の目の苦しみの荒人神ということにしてこうと天皇でぼうということになったんちゃうかな。しかしそうしたら中国からあ日本のあ天皇の方が中国の皇帝よりも上なんかというので怒られるからいや違いますと。 天皇というのは天族の王という意味で昔から使ってましたとこう言えばね、えー、言い訳がつくでしょう。だからそういう意味でまあ便利な天メタリシヒコというア族の王というのと天皇というのは同じ意味だということにして、ね、ただまあきっかけとしてね天皇ご <laughs> といをきっかけとしてはその主審を入れ替えたアマテラスに。 まあそれがきっかけになってそのたたりを防ぐために、まあ、やむを得ず、ねえー、大,き大きみの荒人神としての称号にしたということを、ね、が考えられるんじゃないかと、まあ、この説僕しかまだ出してないんですけど「えー、雨のみなかぬしの言い換えと」とでも「雨のみなかぬしの言い換え」みたいな言い方言うてる人はいますね いるようですけどあの天皇というのは雨のみ中主という,う言葉から、えー、あ来たみたいなことは言って,言っている人はいるしかしまああ,の <laughs> あまり言われてないんです天皇は雨のみ中主との関係とかねあまり言われてないしかしこれはあの主身の入れ替えとかしたと神道の改革をしたと。 で改革をしたこと自身はもう、まあ、封印されてるわけですねだからなぜそれ、えー、王毅美を天皇と呼ぶのかっていうまあ意味の説明をしないんですよし,したらばれちゃうからだから天皇と呼ぶね、えー、独特の、まあ、あれで、えー、でも向こうで中国では天皇大帝っていうのがあってで。 絶対神のことなんだからえー、勝手に日本がその、えー、称号を使ったら向こうは怒るわけですね。まあ、だからあのー、対外的には使わないということですね。対外的には使ってないんです。でもまあ質問されたり、怒られた時にどうするかということでその言い訳にまアメダルシーこと天皇。 天皇は同じ意味やともう古くから天皇と言われてたみたいな言い方を、うん、したんじゃないかなとかこのその場合の天皇というのは、まあ、まあ天族の王という意味でしかないわけですね <laughs> だからいろいろ工夫していたんじゃないかなということですねでだからそれはいつ導入天皇がいつ導入されたかというと まあ7世紀の初めとということになるわけです、ね、えー、だから推古天皇からということでで実際に推古天皇の時代にちゃんと天皇という言葉が使われてますからね、えー、この証拠があるわけですがところがまあ,あの怪しいというので、えー、ケチをつけてるわけですねこれも。あの うん、後世に書かれた、まあ、偽物ではないかとかねいろんなことを言われてるわけですけど、うん、この天智天皇の時に中宮天皇って天智天,天皇じゃないけど天智天皇が小生の時ですね、まあ、天智天皇と名乗る前に即位の前に中宮天皇というのがちゃんとこういうえー、あのえー 弥中寺の弥勒菩薩の「ハンカチ」の大座名に書かれてると、ねえー。要するに天武,から天武からという天皇号のねその前にちゃんと天皇いうことが出てるわけです。しかしこんなんもんの大正時代に作ったんちゃうかとかでケチつける人ってね、えー、認めたくないんですよ天武以降にしたいんですね。えー だから高僧が天皇と言われたで、中国の真似をしたって言いたいわけですね。言いたい人がいるんですよ。まあ、そういうことでね、それで、えのおの <laughs> この話までしたらあ、ちょっとまだこれ時間かかってしまうからね、もうやめますけども、小野妹子は遣隋使か遣唐使かっていう、まあ、遣隋使に決まってるんですけど、 ところが日本書紀には対等、えー、に使い送ったと書いてあるんですね、小野の異目を。これはまあ、どう解釈していいかもう大問題ですけど、要するに古事記日本書紀書かれた時代は唐の時代であったわけですね。で、小野 <laughs> の異目を中国に送ったっていう意味で、えー、中国のまあ、 中国のことを唐とを呼んででいるわけですね。だから隋の時代も、まあ、唐と大唐と言っているわけです。ここで,でもおかしいことはおかしいですけどね、えー。国名としては隋ですからね。唐じゃないわけですから。だからああのそれでやっぱりいや本当は <laughs> とか小野妹子が、えー、送られた時期は。 実はもう党に変わってたんだっていうね、えー、いう人もいますけど、えーまあ、そ,のその議論や,やりだしたらも,もうすごく時間かかるからやめますけれども、えーあねまあ、そういうことでね。あ 一言言だけけいますけどこの「甲骨文字と正代の信仰」という本があって陳庄先生が書かれてるんですけどでこの先生にそのお伺いしたことあるんですよ。この和王の兄が天で弟が火というのはあの誤解じゃないかという大山さんのまあ解釈ですね。えー、だから兄を天弟を弟 いうふうにですね、えー、あの読まなければいけないというのでショ先生に聞いたらショ先生っていうのは中国人でで「高校尊文字」っていう古い漢字を勉強してはるからあのその辺は詳しいわけですね。それで聞いたら、 うーん確かに和王の兄が天で弟が火と、まあ、あの普通に読んだらそうですけれどもそこはでは読めないから、えー、和王天して、ね、和王については兄が天で弟が火としたというふうにしたら、まあ、僕の解釈で通用しますよ別にそうでも構いませんっていうふうに言われたんですよ。 まあだからまあそういう意味ではね、えー、僕の解釈でも何だおかしくないということなんですね。<laughs> そういうことで、ね、今日はここまでにしときますね。えー、終了。 もう大丈夫かな <laughs>、えー、したかやね